クワとは、園芸や農作業、土木作業のため土壌を掘り起こす道具。クワは、以下の用途をはじめとして、広範囲な農作業で用いられる。農業は、約1万5000年前に、東南アジアで始まった芋作農業に期限があると、される。農業が始まった、当時の農具は、掘り棒とクワだけであった。掘り棒は、採集や狩猟にも使用されていたのに対し、 クワにはその形跡がなく農業の開始とともに出現した農具と考えられている。エミールベルトはクワを、歯茎差し込み式、リング柄式、種目結び式、屈曲柄式、旗結び式、花差し込み式の6種に分類した。このうち花差し込み式以外の5種のクワは、芋作農業に使用されていたが、花差し込み式のクワは、国作とともに使用されるようになった。 しかし、クワが、その機能を真に発揮するためには、構造はハナ差し込み式である必要があり、ハナ差し込み式のクワが出現するまでは、掘り棒の方が重要な農具であった。紀元前2000年頃には、パンジャブで農具の発達が見られ、古代インドでは、クワとインドからスキが主な農具であった。同じく紀元前2000年頃には、下北でも農具の発達が見られ、 古代中国では、クワと中国からスキが主な農具であった。開ワビチュグワ木製のクワ構造木製の長さ2尺から6尺の柄と90度以内の角度をつけて取り付けた灰株から構成される。様々な用途に供するため各種の灰株が存在する。農業が機械化する以前、クワはスキや鎌などと共に長く基本的で不可欠な農具であった。 種類基本的にはその地域の鍛冶屋が注文に応じ手作りするものであったため、使用者の体格をはじめ、地域の土質や作物、土地の傾斜などに適合して様々な形態を持つクワが存在し、多機能を有するものや、一つの用途に特化されたものがある。例えば一般20年度地用には、柄が短く、柄と葉床とのなす角度が小さいものがよく、ケースな地用は、その反対である。 小規模の応援用や演芸用に販売されている現代の桑の葉は全金属製であるが昔は鉄が高価で貴重であったので木の板で葉床を作り葉先のみに鉄を接合した葉床の木製部分を風呂といい風呂具はと風呂なし具はとの2種類があった風呂具和は風呂、葉、柄の三部を明確に区分でき開くは大具はともいうが引きに属し 聖地、中高などに用いられる。ケイグは、江戸具は、野州具は、南部具は、合間具はなどが属する。構造が剣道であり、差出上土地に適する。フロナシュ具は,は、キングはともいい、ハユカブ全体が、鉄板一枚でできている。ウチクはに属し、開墾や十年土地の幸運に適する。この種類はさらに、上下具は、マドグはとの二種類に分かれる。上下具は,は、 ほぼ正方形の区形で、歴史父の幸運に用いる。窓桑は,は、開墾や渡航用であり、人部に似ない資産の穴子がある。備中桑は,は、窓桑の一種ともいえ、人部が数本に分かれ、湿地や年重度用に適する。風呂なし桑は,は、金属部は、単鉄製で、刃に鋼鉄を貼り、または焼き加えるのが普通である。またかつては、 金属部が中鉄でできたイクワも存在した。中鉄は製造が容易で安価であったが、単造のクワに比べ脆弱であったために進行に、適さず、差出度、軽層度の中高に用いた。1938年、ザルツブルクのアウトバーンクワ入れ式のヒトラー重要な土木工事の起工式に、施主や工事責任者などが盛り土をクワで崩す真事。同様の儀式は、 世界中にあり国家事業級の工事では国家元首が行うこともある。ただし使用する道具は桑とは限らず、ヒトラーがアウトバーンの桑入れを行った時はシャベルを使った。農家が正月11日に恵方にあたる畑で桑を入れ、備え物をして豊作を祈願する行事。各地方に五穀豊城を祈願する奥ワ祭りと呼ばれる伝統行事がある。 群馬県沢郡、長野県阿南町など、中部地方に多い。洋の東西を問わず、反乱や一揆の際には武器に変じた。武器が禁止された琉球において、クワは、鎌と、並び琉球古武術の武具となり、農民たちの間で広く使われ、現代も琉球古武術保存振興会により、保存されている。中国武術でも、最有機の著白海の武器はクで、または、 マグワの変形だが、クワとされる場合もあり、現在も中国にクワを使う武術は存在する。また、明治初期の旧日本陸軍で、公兵の用いる旧将は、クワ兵であった。a b イーヌマジロウ・堀尾久志、農具法政大学出版局、1976年、5ページ。イーヌマジロウ・堀尾久志、農具法政大学出版局、1976年。 5から6ページ。ABCDEE 沼次郎、堀尾久し、農具法政大学出版局、1976年、6ページ。小賀2012、P195、宮本2011、ピアニッシも、104から107。ありがとうございます。